衝撃の未来、世界人口は2050年の90億人をピークに減少に転じるこんにちは、泉です国連によると世界人口は2022年11月15日に80億人に到達したとされています2010年に70億人に達した後、12年で10億人も増えたことを考えると人口爆発が地球にどのような影響を及ぼすか気になりますが 将来的には世界人口の増加が急速に鈍化し、2050年代に90億人をピークに人口が減少する可能性も指摘されています。人口増加のピークを過ぎて、1950年の世界人口は約25億人でしたが、2000年には61億人と半世紀で倍以上に増加しました。しかし、その後の22年での増加は19億人にとどまります。実際、 人口増加率は1963年に年間2.3%でピークを迎えその後減少し1990年代には1.5%を下回り2020年には1%以下になりました国連の予測によれば2040年代には人口増加率が0.5%を下回り2086年には人口が減少に転じる見込みです急速な出生率の低下 人口のの停滞には出生率の大幅な低下が影響しています。国連の報告によれば、出生率の世界平均は1950年には約5でしたが、昨年は2.3にまで半減しました。世界人口を維持するためには、出生率が最低でも2.1必要ですが、世界人口の3分の2は、その基準を下回る国や地域に住んでいます。 この出生率の低下には乳幼児死亡率の改善や教育水準の向上家族計画の普及などさまざまな要因が関与しています未来予測と高齢化国連の統計によれば世界人口が90億人へ到達するのは2037年ごろと予測されていますしかし異なる見方も存在し2050年に90億人に達しその後減少し 世紀末にには現在の水準に戻る、という主張もあります。この主張をするダリル・ブリッカー氏は教育や避妊の普及により低所得国でも出生率の低下が進む可能性を指摘しています高齢化社会への対応出生率の低下により人口爆発は避けられそうですがこれにより新たな問題が発生します出生率の低下と平均寿命の延長により 高齢化社会が進行するのです高齢者の割合は増加し2030年には世界人口の12% 2050年には16%に達すると予測されています人類は人口減少と高齢化の道へ突き進んでいるともいえます日本の長所を高齢化と課題日本を含む一部の国々ではすでに高齢化が進行しておりこれにより経済に深刻な影響が出始めています これにに対対処すす。るためには移民政策策ななど様々な対策が必要です20世紀は人口爆発の時代でしたが21世紀は逆に高齢化の時代といわれ国際社会はこれにどう対処するかが大きな課題となっています。